FDJ のロゴ共和国宮殿で行われた FDJ 第12回大会自由ドイツ青年団はドイツ民主共和国における支配政党であったドイツ社会主義統一党参加の青年組織。旧ソ連でのコムソモールに相当する。14歳から25歳の男女を対象とし75%に上る東ドイツの青少年が加入していた。 通常テールマンピオネールの構成員であった青少年がエスカレーター式に加入した。労働者等の信頼できる補助団体、かつ戦闘的予備組織であるとされ、国民戦線の構成団体でもあり、さらには人民議会にも代表を置いていた。FDJ の政治的、思想的目標は東ドイツにおける青少年の強化、マルクスレーニン主義の専用及び、 共産主義的行動の促進であった。名目上、自由意志による参加が原則とされたが、実際には加入しない青少年は、組織的な休暇活動への参加ができず、さらには、高等教育、就職等の制限があった。加入を拒んだ青少年の大半は、宗教的理由によるものである。前述の通り、 当該年代総国民の全員加入を事実上強制的に目指していた点において厳選な選抜制度を経て入団が認められる旧ソ連のコムソモール、ピオネール及び中国の中国共産主義青年団とは大きく異なる。活動の目的は東ドイツ青少年に対するマルクスレーニン主義の需要に向けられたがそれだけに制限されるものではなかった。 参加のジャグエンタリストを通して多数の休暇活動を主催したり、またディスコやロックコンサートをも運営することがあった。2013年現在も存続しており、左翼党と本部を共有しているが、組織としての関係は持っていない。ありがとうございます。